錦鯉の長谷川雅紀です。占い師の大石です。お願いします。さあ本日は旬な人を占いでございます。今旬といえば、はい、ババン、はい、ファンキー加藤さん、はい、ね、ファンキーですね。ファンキーですね、本当に。まあそんな一言につきますけれども、いやいや、ダブル不倫ですかね、ね、まあ、ね、もう世間騒がってますけれども、長谷川さん知ってますこれ？いやもちろん、この一件は、もちろんテレビでね拝見させていただきまして、まあね、もともとファンキー加藤のファンキーモンキーベイビーズという、ね、ありまして、みんながそのファンキーでモンキーなことしてベイビーが生まれたってみんなつぶやいてますからそういうネタにされるんだよね。ネタにされちゃってますけれども、まあ今後ね人気に影響がどう出るのかっていうのを、そうですね、先生に占っていただこうと思うんですけれども、まあ彼はもちろんその既婚者であり、はい、まあお相手の方も、アンタッチャブル柴田さんの、元奥さん、そうですね、今は別れてますけども、まあでも不倫の時は、まだ既婚状態だった。そうです。だからダブル不倫とね、まあというふうに言われてるわけですよね。はい、ね、でまあ本当にでも既婚者同士がどこで会うんだよって話ですよね。これも謎というかね、まあ、一説にはね、なんか合コンというか飲み会で知り合ったという話もありますけれども、なんかね、そういうお話で、まあ、既婚者合コンというのもどうよって話もあるんだけれども ね、はい、あのね、そうそう、ちなみにですね、ほら、占いの仕事してると、はい、やっぱり不倫のお話多いわけですよ。それで、例えばお仕事を持ってる方だったらね、はい、まあ、男性でも女性でも、ちょっと仕事絡みでとかってのはなんかあるかなって気はするわけ。うん、で僕がすごい個人的にね、はい、普通の主婦ってどうやってそもそも知り合うのって今回なんか似たようなことを考えたわけですよ。なるほど。で、いろんな人に聞いて回ったわけですよ。はい、そしたらね、3つに集約されましてですね。出会う場所が？出会う場所。主婦が不倫に出会う場所3つだと。はい、で1つはやっぱりパートに出る。なるほど。まあまあお仕事みたいなもんですわ。でもう1つがね、パチンコ屋なんだって。そこで知り合う、そうなんだって俺もびっくりしたんだけど。で、あともう一つはやってお稽古事なんだそうです。習い事、習い事、この3つだっていうことで、なんか僕の知ってるその三河屋さんとか、そのなんかさセールスマンが来てみたいな、それはそういうの、サザエさんの見過ぎだと思う。でもそうじゃないんですよね。いやでも言われてみたらありそう、ありそう、ね、パチンコ屋とか。パチンコ屋さんってのはちょっと意外でしたね。確かに午前中から行ってるような主婦の人っていますもんね。いるいる。そこで出会うわけですね。みんなそうなんですよ。あ、まあまあいいや、そんな話はどうでもいいんだけど。加藤さんの今後、今後どうですか？はい、で占ってみました。はい、はい、かなりダメージでかいです。ね、やっぱり今年、まあ、他にもいろいろあったじゃないですか。うん、で割と今まではこういうことがあっても、いやまあ半年ぐらいでこうほとぼり冷めたらね、また出てきますよみたいなのあったんだけれども、はい、なんか今の風潮が割とね、厳しいんですよ。出ようと思うとまた叩かれるみたいな感じとかあるじゃないですか。はい、でまあ変な言い方だけどタイミング悪いんですよね。こういう流れの時にこういうのが出ちゃったっていうのがあるんで。そうですね、もう不倫不倫で散々今年頭からすごい、本当今年すごいですよね。いや本当すごい、まあ、そういうのもあって、でもちろんこの彼個人の運気として見た場合に、さすがにこのまま廃業に追い込まれるってことはないと思うんだけれども、はい、でもねやっぱり、少なくとも1年半ぐらいってね、かなりダメージでかいと思いますよ。なるほどね、そうですよね。そうだからまあしょうがないっちゃしょうがない。でもね今回はその対応の仕方としては、はい、即記者会見開いたこととか、全面的にいろんなものを全て認めたとかいうのは対処の仕方としては非常に上手だったなというふうに思います。そうですね、逃げも隠れもしなかったというか、そうそうそう、だいたいそれでこじらせるのが多いじゃないですか。はいはいはい、はい、だからその辺は潔いというかね、潔かったしすっきりしてるなとは思うんですが、ただだからといってじゃあっていうね、いいかっていうと、それはちょっとないんじゃないかなと。まあそういう戦略結果なんでね。あとあれですね、アンタッチャブルの柴田さんの妻とは知らなかったっていう話ですけども、そこら辺は、これはね、あくまでも駅のけ的にですが、知らねえわけねえだろうっていう答えでしたので、あくまでも駅のけ的にですからね。はいはいはい、決して世間のなんとかじゃなくて、駅で見る限りは、そんなわけねえだろうって気だったものですから、それは僕は知ってたんじゃないかなと思います。なるほどね。はい、あくまでね、あくまでも駅ですので、ですから。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。
ございます。以上です。はい、ありがとうございました。また明日も見てください。続きます。